上沢直之さん、トッププロスペクト扱いされてしまう。レッドソックス傘下の 3A ウースターは上沢直之投手をディベロップメントリストに入れたと発表。2021年に開始されたディベロップメントリストはメジャー球団がマイナーリーグのプロスペクト有望株の育成を目的とするもの。本来は日本で12年のプロ野球経験があり30歳の上沢が入るためのものではない。同リストはマイナーの有望選手の投球数やイニング数を制限するためのもの。昨年はマイナーにいたドラフト全体1位のスキーンズパイレーツにも適用された。上沢はここまで 3A で18試合に登板し5勝4敗、防御率 7.23 の成績。へえ、なんかよくわからんことになってるな。プロスペクトってくしもないだろうに、デベロップメントリスト入りって今シーズン終了したようなもんや。噂は投げさせないで若手にチャンス与えるってこと？仕方ないことだと思うけど、ソフトバンク入りした途端無双し出すんでしょ。言うて藤波の 3A 防御率9点台やで。だから噂は問題ない。7月に DFA されてる時点でシーズン終わってるだろ。デベロップなんとかは知らん制度だな。リスト入りすることで球団や本人に具体的にどんな影響があるのかググってもわからなかった。レッドソックスに近い MLB 関係者は今回の措置をボストンが上沢の潜在能力に期待していることも証しと語り、こう続けた。そもそも彼のポスティング時にレッドソックスはメジャー契約を提示していた唯一の球団だった。上沢の MLB での活躍に根拠を持ってスカウティングしていた動作解析班の動きがある。今回の措置もそのグループの意見が反映されたのだと思う。上沢にはフォームなどの問題で改善の余地があると考えられているらしい。スプリッターに魅力を感じてるんだろうな。最後のチャンス、30歳で潜在能力って藤の方が改造の余地が10倍くらいあるやろ。マイナーリーグにもロースター枠がある。この時期は来シーズンを見据え 2A からの昇格が増えるので枠を開けるのが目的。管理人のつぶやき、ディベロップメントリスト、あ、存在自体知りませんでした。 IL 以外だと最近だとフリーマンが家族緊急リストに入って息子さんの看病に当たりましたよね。ダルビッシュさんは制限リストに入ってプライベートの問題に対応していますよね。他にもリストがあればコメント欄で教えてください。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。